ザイアン朝、ザイアン朝、アラビア語、アルザニーン、バヌーザンは、アルジェリアのトレムセンを中心に、マグリーブ地方の中部を支配した、ベルベル人のイスラム朝、1236年から1550年、アブドゥルワード、アブドアルワード・朝とも言う。ザイアン朝は、ベルベル系遊牧民のザイアン家を母体とする。ザイアン家は、ザナウタ族内では、暴流の位置にあり、 その力は微弱であった。12世紀前半、マラケシュを首都として、ムワッヒド町、1130年から1269年が建国されると、ザイアーン家は、従属を誓って、オラン地方に領地を与えられていたが、トレム戦争徳を務めていたヤグムラアンさん、イブンザイアーン、アブーイコールヤフヤーの時代の百2 3 6年、ムワッヒド町の衰退に乗じて、 スルタンを自称して独立、アトラス山脈中の盆地に所在する交通の幼少トレムセンをととして、現在のアルジェリア北西部を支配する王朝を開いた。トレムセンは、地中海とサハラ砂漠、アルジェリアとモロッコを結ぶ用地に位置し、古くから交易の盛んな地であったが、建国初期の1242年、リフリーキア、現ニ日アのベルベル人王朝を不視 1229年から1574年の建国者、アブーザカディア一世によってトレムセンを占領された。この時、ザイアー案長はいくつかの条件を飲むことによってトレムセンが返還されている。また、ヤグムラーさんは在位中二度にわたって、モロッコ南東部のシジルマサを攻撃。1257年の攻撃には失敗したが、1264年には制圧に成功し、 モロッコに本拠を置く、ベルベル人の国家マリーン長1196年から1465年に占領されるまでの間、王朝はトレムセンとシジルマサというサハラ交易の中心地を2つ有することとなった。1299年と1307年の2度に、渡ってトレムセンはマリーン長の包囲を受ける。包囲の指揮を取ったマリーン長のスルターン。 アブー・ヤーグーブ・ユースフは、トレムセンの南西4キロメートルの地点に、アル・マンスーラ新しいトレムセンを意味するティリームサーン、あるジャディードの名でも呼ばれるという町を建設した。包囲によって食料が不足したトレムセンの市民は猫、ネズミ、人間の死肉を食べなければならなかったのに対し、マンスーラには、各地から商人が訪れ、物資が溢れ返っていた。ヤーグブ・ユースフの包囲が解けた後、 トレムセンの住民が真っ先に行ったのは、マンスーラの破壊だった。14世紀初頭、マリン朝が内装で停滞している間に、ザイアーン朝は、政治的独立と経済力を回復し、弱体化した、ハフス朝の国政に干渉した。しかし、ハフス朝への干渉は、マリン朝のスルターンで、ハフス朝スルターンアブーバクル一世、あるシャーヒドの女性にあたるアブルハサに、 義父が治める国を助けるという大義名分を得ることになった。1335年、マリーン朝軍が領内に侵入。1337年にトレムセンはマリーン朝に占領され、かつて破壊したマンスーラもアブルハサンによって再建された。アラブユークミ民、ベドウィンの反乱によってアルジェリアを去ったアブルハサンが息子アブーイナーン、ファーリストの戦いに敗れた後、 1348年に一度、独立を回復するが、1352年に、アブーイナーンに再征服され、マリーン朝の支配は1359年まで続いた。14世紀後半のアブハンムーブー二世、1359年から1389年の治世に、トレム戦は繁栄を取り戻すが、マリーン朝からの二度にわたる再攻撃。 絶えないアラブ遊牧民の反乱で、王朝は不安定な状態にあった。アブーハンムー二世は、隣国ハフス朝の王子アブルアッバースと、アブーアブドルダーの王位争いに介入、同盟者となったアブドルダーの娘と結婚した。アブドルダーが王位争いに敗れて殺害された後は、岐阜の復讐を掲げて、ビジャーヤを攻撃するが、失敗に終わった。アブハンムー2世の在位当時、歴史家、 イブンハルドゥーンは、トレムセンに対して、宮廷という牧民の仲介を担当しており、この時に得た政治と外交の経験が後に表す、歴史除雪のヒントになったとする意見もある。アブーハンムー世が、このタシュフィーン二世によって廃位された後、王朝は、衰退期に入る。マリーン朝、ハフス朝、及び、キリスト教を奉じるイベリア半島のアラゴン王国の影響下に置かれ、 15世紀には、アラゴンの保護国とも言える状態になっていた。また、15世紀後半には、イベリア半島における、レコンキスタの進展から非常に多くのムスリム、イスラム教徒やユダヤ教徒が流入し、不安定要素を増していった。1492年のグラナダ陥落後は、地中海を渡って来航するスペイン王国の影響力が増大し、1509年、ついにオランを占領した。 スペインの軍門に降ってその属国となった。1517年にバルバロス・オルチ、ウルージ・バルバロスサが率いるバルバリア海賊の支配下に置かれ、参照、さらにはモロッコを統治する信仰のサード長が次々に侵入して、16世紀の前半には目まぐるしく支配者が交代した。1550年にアルジェを属国化したオスマン帝国の軍がサード長を放築して、 トレムセンを占領。トレムセンは、オスマン帝国のアルジェ州に並行され、ザイアン朝は滅亡した。ザイアン朝は農業に不適なテル地方に位置し、少数の定住民と多数の遊牧民で構成されていたが、この社会構造が、アルジェリア西部全体の社会と、ザイアン朝の宮廷双方に起きた、内部構想の腹となった。さらに東は、アルジェリア北東部を支配する、 イフリーキアのハフスアサ、西はフェスを中心として、現在のモロッコを支配するマリーン朝というに、大勢力に挟まれ、南からのアラブ遊牧民の来航に、脅かされるといった、内部と外部の両方に困難を抱えていた。建国直後からたびたびハフスアサ、マリーンアサ、アラゴン王国の支配を受け、中でも1299年のアブーやアクーブ、 ユースフのトレム戦方位に始まるマリーン町の攻撃は14世紀末までザイアン町を悩ませた。マリーン町がザイアン町に強い執着を示したことについて、神秘主義、スーフィズムの聖者、スーフィー、アブーマドヤン、1197年没の遺体が葬られている病を支配下に置く宗教的理由、攻撃の拠点を獲得するための経済的理由が研究者によって指摘されている。 エジプトのマムルーク朝に対しては、マリン朝との対立の最中に、同盟の使者を送るが締結には至らず、やがて両国の関係は、無縁になった。1305年に、マムルーク朝のスルタンナーシルムハンマドが、フェスに派遣した、施設団が、ザイアン朝の領土を通行する許可を得ていたにも、かかわらず、ベドウィンに襲撃される事件が起き、マムルーク朝から抗議を受けた。15世紀に入って、 アブドアンラフマーニ一世はマムルーク朝との就校を望むが関係は改善されなかった。マムルーク朝と友好的な関係が築かれなかった理由としてアブドアンラフマーニ一世はマムルーク朝に宛てた書簡においてマムルーク朝がマリーン朝に対して偏った友愛の意思を示していたという見解を記した。また王朝が 弱体化するたびに侵入するアラブ遊牧民によって南部に広がる牧草地が失われ周辺地域の離反が起こった。ザイアン朝を脅かしていたアラブ遊牧民の部族で有名なものに12世紀からムワヒド朝と同盟を結んでアルジェリア東部に進出したズグバ族がいる。彼らはザイアン朝とも同盟関係にあり王朝の支配力は彼らに及ばず。 14世紀末に、ズグバ族が、アルジェリア内のすべてのベルベル人に対して優位に、立っていたとイブンハルドゥーンは記した。ザイアン朝統地下の西アルジェリアでは、建国初期は主にベルベル語が話されており、建国者のヤグムラーさんは、ベルベル語しか話せなかったが、時代が経つにつれて、王朝で用いられる言語に変化が起きる。愛ふるべくは、アラブ遊牧民の侵入に伴って、 ザナータ族のアラブ化が進み、アルジェリア西部のベルベル人居住区は、ベルベル人としてのアイデンティティを失ったと考察し、日本のマグリブ士研究者である、イチ・タダシネンは、ズグバ族の支配下に置かれた、ベルベル人は、アラビア語を話すようになり、ハフス朝の支配下に置かれたアルジェリア東部と同時に、ベルベル人のアラブ化進行したと推測している。内外に不安要素を抱え続けた、 状況下で王朝が300年以上存続できたのは、サハラ交易の一大拠点として12世紀初頭から急速に発展したトレムセンを首都としていたためである。トレムセンは、地中海に面するオランと内陸部のスーダンを結ぶ南北の交易ルート、フェスト・イフリーキアを結ぶ東西ルートの交点に位置し、マリ帝国への入り口であるシジルマサともつながっていた。また、ナスル朝、 グラナダ王国やアラゴン王国とは友好関係を保ってイベリア半島との間で交流が盛んに行われた。陸路によるサハラ交易、フナインとオランを拠点とする海上交易によって強敵には反映した。アブルハサンがトレム船を占領した当時、王朝の国庫には300金パール以上の金貨と宝石細庫などの在庫が蓄えられていた。 サハラ公益の利益を享受した集団として代表的なものがトレムセンのマッカリー家である。もともとこの一族は学術の世界で活躍していたが13世紀前半から半ばにかけてマッカリー家の5人の兄弟、サハラ公益の拠点に住む家族間での情報の交換を活用した公益によって莫大な利益を得た。公益の手法はトレムセンに住む者は サハラのイーワーラータン、ウアラタに住む者から送られてき情報に従って、必要な商品を送り、イーワーラータンから、トレムセンには金、造毛などマリの産品が送られた。そしてシジルマサに住む家族が、トレムセンとイーワーラータンに、物価、商人の動向、土地の事件を文章で知らせるというものだった。マリ帝国がイーワーラータンに勢力を拡大すると、 マッカリー家の商業活動は打撃を受けるが、マリの皇帝から公益の認可を受け、より多くの財産を蓄えた。五人兄弟の死後、子孫は遺産を有効に活用できずに没落していき、また、マリ帝国が、サハラの北からの商人に対して厳しい統制を、加えたとが、マッカリー家の没落の一因だと、記載地は推測している。現代のトレムセンにも、貧しさの特効薬は、 スーダンであるということわざが残るが、交易には危険も潜んでいた。ザイアーン長が衰退期に入った十五世紀末から十六世紀初頭には、交易路で略奪が問題化し、対象を護衛する傭兵の雇用には、収入の半分近くの経費がかかった。港湾都市に住むヨーロッパの商人は、国の領事が統括する召喚、フンドクで生活し、ジェノバ、アラゴン王国のバルセロナ、 その他マルセイユ、ピサなどの商人が居住した。内陸にあるトレムセンにも、フンルクが設けられ、カタルーニャの商人はここで、サハラ公益の対象と直接取引を行った。アンダルシア出身の学者レオアフリカヌスが、トレムセンを訪れた16世紀頭、町には、多くの対象宿が立ち並び、ジェノバ、ベネツヤの商人がこれらの施設を利用していた。 ヨーロッパから輸入された織物は、トレムゼンの大モスク付近の倉庫で保管され、カイサーリーで売りに出された。トレムゼンで生産された商品には、毛織物、敷物、陶器、バング、刺繍を施した革製品があり、これらの特産品は職人たちによって作り出された。最初、ワズイールは当初王族の中から選ばれていたが、アブハンムー一世。 1308年から1318年の地政より、コレドバの両替省を外する一族から選ばれるようになった。在安庁においては、官職の文章は行われておらず、それは支配者層が遊牧民の特性を残しており、なおかつ政府の支配が領土全域に及んでいなかったとイブンハルドゥームは説明している。国事と会計を管理する王宮執事は法学者、 グラマーから選出された。国王個人の火星を担当する人物は、自重、ハージブの称号を与えられ、ムワヒド朝以来の習慣によって、彼らは宮廷においては、墓器と公文書の作成も担当していた。ハージ部職についた代表的な人物として、アブタシュフィーニ一世イ、1318年から1337年、時代のカタルーニャ出身の解放奴隷ヒラが挙げられ、 彼には行政の最高権限を与えられた。ハージ部職と関連のある人物にはイブン・ハルドゥーンがおり、彼はかつてアブー・ハンムー二世からハージ部への就任を持ちかけられたが、研究に専念するという理由で辞退した。トレムセンの法官の待遇について、ハルドゥーンはフェスの法官と比べると生活水準は低いが、生活を営むのに必要な物資は十分。 調達できたと記した。軍を構成したのは、バヌーヒラール族であり、彼らには朝税権、イクターが付与されていた。ムワヒヒド町に雇われていた、トルコ人、クルド人、キリスト教徒も、傭兵として雇われていたが、1254年以降、キリスト教徒は雇われなくなった。ザイアン長期アルジェリアの学術において特筆すべき、点として、 1375年3月から1378年11月までの間、ズグバ族の一氏族が支配するに滞在したイブン・ハルドゥーンが歴史序説を執筆したとが挙げられる。ハルドゥーンは在安朝の学術と学者の質を評価しており、ハルドゥーンの死のそのまた死にあたる法学者、イブン・アル・イマームはトレムセンに今日構えた。ハルドゥーンが歴史序説の中で、 マグリブを代表する詩人として、名を出したアリーブン・アルムアツツインはトレムセンの出身である。王朝末期にイベリア半島から流入してきた難民は、アルジェリアにアンダルシア地方の文化を伝えた。特に首都音楽の分野での影響は後世まで残り、時代を下って18世紀にトレムセンは民衆詩人、文武サイブを輩出した。多くの建造物が作られたトレムセンは、 中央マグリブにおけるイスラーム建築の中心地であった。ヤグムラーさんの地位勢にトレムセンの大モスク、ミナレットが修復され、ムワヒド長期に原型が作られたマシュワル宮殿を本格的な宮殿として完成させた。他のトレムセンの代表的な建築物として1296年に建てられた CD ベルハセンモスク、アブーハンムー一世のマドラサがある。十四世紀末期以降も、 アブーハンムー二世が設けた宗教施設の集合地域、アブルアッバースの CD ラフ三病を建設するだけの財力を有していた。マドラサ以外には、修道場、ザーウィアが建てられたが、一連の建築作業には、キリスト教徒の捕虜が建築家、石膏、職人として動員された。また、マリーン町支配下のトレムセンには、マリーン町のスルターンによって、 スーフィーを祀る施設が建てられた。トレムセンの東1 6トルの地点にあるウッパード村には、同地で没したアブーマドヤンを祀る廟が建てられていたが、1339年にアブルハサンによって大モスクとマドラサが建設された。その後、アブーイナーンは13世紀初頭にトレムセンに居住した聖者シーディ・アルハルウーのために、マドラサとザーウィアが併設されたモスクを建てた。 特別な宗教信条を持たないザイアンアサでは、マーリック学派を主流とするスンナ派が採用された。マーリック学派の研究を推進するために学校と宿舎を兼ねたマドラサが多く建設され、マドラサの出身者から管理が選ばれた。当時のマグリブ地方では預言者、ムハンマドの生誕祭、マウリードが定着し始め、祭りの時期になると、マシュワル宮殿で宴会が開かれた。ここでは、 交換だけでなく、市民も恩恵に預かることができた、漫画画という人物の像が動く仕掛け時計が披露された。オスマン帝国に併合を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。